2022年 G3 ダイジェスト。2022年に開催された G3 を4回に分けてご紹介します。今回は4月から6月まで。まずは4月に平塚競輪場、川崎競輪場、武雄競輪場、そして青森競輪場で開催された決勝4レースをご覧ください。昨年のこの大会は準優勝。その故障と3日連続の連携は8番同期の神田康介です。前の郡司が車を下げて1番8番大阪コンビが誘導の後ろに入りました。それを4番山田洋平が1センターで切って先頭、そして今度は後方から平原浩太が抑えます。5番の郡司も上がってきますが、これは山田を決めて3番手の位置をキープか。金が入って第3コーナー、4番山田ここは引かずに中段もつれてきました。このまま9番平原が逃げるか。中段外から郡司が踏んで、平原と郡司の主導権争い、残りは1周です。郡司が迫る。内の平原自ら激しく抵抗します。郡司はここまでか。第2コーナーで下がっていく。その後ろ2番の和田まくるがすかさず自力に転じますが、果たして前に届くかどうか。第3コーナーにかかりました。平原の番手佐藤慎太郎が懸命に和田を止めている。その後ろ1番古性優作は内に切り込んでいきます。直線コース、平原の番手から佐藤慎太郎が抜け出しました。いや、激しい横の攻防戦、制したのは45歳大ベテランの佐藤慎太郎です。ちょっとゴール前本当無我夢中で、タイミングも何も取らずに思いっきり踏んでしまって、ちょっとなんか余裕がなかったですね。さあ、まずは6番手から1番郡司が動きました。神奈川コンビと関東勢アウトコースを4社が上昇。赤番でまず1番郡司が誘導員を下ろしました。続く9番増谷秀幸、その後ろから吉田が上がって1センターで抑えて出る。そして今度は5、6番手から近畿勢の反撃。その上昇に松浦が乗って、川崎記念の決勝は残り600を切りました。チャレンジャーの小森隆弘が先行体制を取っていく。マークは5番の東口義友、その後ろの位置を下げた吉田と松浦裕二で取り合って、人気の1番郡司康平は3番森沢に蓋される格好。最終周回に入ったところで郡司は車を引きました。思い切り逃げる小森の後ろで東口は車間を切っている。3番手はまだ並走だ。さあ、そして後方から郡司康平がまくり上げていく。最終バックから第3コーナー、前では5番の東口が番手発進で応戦します。7番松浦がそれを追走。さらに1番郡司、2番の吉田、4コーナーから直線に向いて先頭東口、後ろから松浦、さらに外から1番郡司が伸びてきた。これは際どい勝負。松浦裕二か、それとも地元の郡司が届いたか。いや、道中で前が中段並走になってたんで、引き切ってワンチャンスあるかなと思ったんですけど、やっぱり松浦君も最後強かったんで、そこで、ちょっと抜ききれなかったなっていうのがありますね。そうですね、吉田君の後に切ってもいいかなと思ったんですけども、小森さんがかなり行く気満々だったので、3番手外並走からでも勝負しようかなっていう感じでした。人気は3番平原が中心。レースは赤番周回に入りますが、ここでは動きがありません。前受け2番の稲川翔がしきりに後ろを振り返ります。しかし吉田はまだ後方の位置で悠然と構えている。各ラインが車間を空けて出るタイミングを図りますが、残り600が迫っても誰もアクションを起こしません。初手の隊列どこで崩れるか。さあ、打賞の3コーナーから6番桜井が行きました。3番手からの仕掛け。しかし先頭稲川も踏み上げて、ここは桜井を出させません。佐藤は近畿の後ろに入ってラスト1周回。さあ、ここで吉田がスパート。叩き合った前段をまくろうと満を持して踏み上げます。それに1番佐藤慎太郎が車を振って抵抗。逃げる稲川もかかっていて、吉田はなかなか上がれません。最終バックから第3コーナー、近畿の番手村上義弘が9番吉田を牽制。平原浩太は外に押し出して前へと踏み出します。稲川をかわす4番村上、そこに佐藤が突っ込んでくる。落車。4車だ。3番平原先頭でゴールイン。アクシデントがありましたが、平原、木暮、稲川の順で入線しています。いや、拓也が行ききれないっていうのはあんま考えてなかったんで、ちょっとどの辺で自分が仕掛けるべきかってちょっと悩んでしまいました、ね。さあ、その4社が上昇してきてレースは残り2周。前受け1番佐賀翔喜郎はペースを上げて突っ張ります。3番吉田は一旦下げて体勢を立て直す。睨みを利かす地元勢。さあ、打賞前の第2コーナー、吉田勇気が仕掛けます。
その上昇に合わせるように先頭の佐賀も踏み込んで、地元ラインの主導権、佐賀と根本と新山で前段をがっちり守っています。4コーナーから最終ホーム、行けなかった3番吉田は川端智之と4番手並走、ちょっと苦しい展開となって5番山岸は畑の後ろ6番手に降りています。佐賀をマークする根本聡は前との車間を空けましたが、2コーナーから最終バック、その車間を詰める勢いで番手発進していきます。さあそして吉田が下がって中段6番川端が発進、新山を難なく乗り越えて2センターから第4コーナー先頭根本を捉えました。ここ1番で持ち味を発揮、6番岡山川端智之 G3 初優勝、川端智之復活の V、 地元勢の2段掛けを鮮やかにまくりました。なかなか自力という自力が出せなかったですけど、しっかり優勝できたので、これをきっかけにまた上位でも戦えるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。続いて5月、函館競輪場、宇都宮競輪場で開催された決勝2レースをご覧ください。さあ後方7番手から4番佐々木が仕掛けます。中段の小松崎、前の山本も合わせて踏んでいきますが、外から4番佐々木豪が叩いて先頭に立ちました。マークは2番の清水博人、3番手瓜生も抜け出して前に出切った西国三社打掌が入りました。近畿勢は中段をキープ、小松崎は上がれず6番手、そして短期の3番軍司は最後尾と苦しい位置で展開はテテラが一本棒、レースは残り1周です。佐々木豪が逃げる後ろで2番の清水は車間を切った、まだ後ろからの仕掛けはないか、3番短期の軍司公平が内から上がろうとしています。2コーナーから最終バック、佐々木の足色怪しくなって、ここは清水躊躇なく佐々木をかわしていきました。これで番手は8番ウリュウ、その後ろ近畿の5番稲川が内をついて上がってくる、それを追うのが3番軍司で直線コースに向きました。先頭清水の後ろから8番熊本ウリュウ高友抜け出してゴールイン。北の大地で G3 初優勝、熊本のウリュウ高友が函館記念を制しました。もうちょっと道中頭が真っ白になって、もうあそこまで2人が頑張ってくれたので、あとはちょっと僕も優勝するために頑張りました。何度も後ろに視線を送って羽が入りました。ここで3番松浦雄二が4番手外から上昇を開始、前段に構える九州ラインを抑えて先手を取っていきます。そしてすかさず5番の増木も車を外に持ち出して第4コーナー主導権を取ろうと一気に踏み出しました。それに合わせて前の松浦もペースを上げていきますが、最終周回第1コーナー増木が松浦を叩きました。ピタリとマークは8番金子、吉田拓也が3番手、そして3番松浦雄二はその後ろ4番手に下がりそうだ。さあそして後方から9番中川のまくり上げ、最終バックいいスピードで前段に接近してきました。その中川を前で待ち受ける途中場の番手金子幸弘、空いている車間も詰めながら迫る中川に対応、ここで強烈なブロック、その内をついて1番吉田が前の2人をかわしました。先頭は1番吉田拓也です。地元でいい仕事をした栃木勢、その後ろから茨城の吉田拓也が突き抜けました。そうですね、初めての位置なんでどうやって走ったらいいか分からなかったんですけど、もう気持ちで走りました。最後は6月、取手競輪場、松戸競輪場、久留米競輪場で開催された決勝3レースをお楽しみください。6番元砂は先行力ある石原颯に蓋をして赤番周回第1コーナー前へと踏み込んでいきました。続く9番三谷、4番南と先手を取るのは近畿勢ですが、それを追って石原が上昇、ペースを上げる元砂優に接近していきます。ピタリと続く2番の松浦、しかし3番矢口は瀬戸内コンビについていけず近畿の後ろに降りそうだ。元砂を叩いて石原が先行、取手記念の決勝は残り1周となりました。元砂優は交代して三谷は松浦の後ろにスイッチ、近畿の後ろ5番手が3番宿口陽一です。1センターから2コーナーでその宿口が発進、しかし車の出が悪いか、それを外から吉田拓也が一気にかわしました。吉田はさらに前段に迫る、松浦雄二は番手から出て吉田のまくりに応戦します。競り合う後ろは9番三谷で4コーナーを回りました。松浦先頭、内から三谷、大外5番の吉澤純平が来た。勝ったのは吉澤純平、吉田拓也のスピードに乗って地元取手記念を制しました。そうです、本当に、茨城の選手の、先輩後輩のおかげでここに立ててると思ってるので待ち合わせです。まずは3番青野正弘が高橋を抑えて先頭に立つ、地元地区神奈川コンビが前段に上がってきました。北の2人は 3,4 番手、その後ろには関東の4人のラインが続きます。
各社振り向く視線の先にはダービー王の脇本雄太、かなり警戒されています。しかし脇本は最後尾で動かず、悠然と前を見据えている。このまま青野の先行か、緩んだペースを上げていきますが、3番手から7番高橋が猛然と踏み上げる。青野を叩いて高橋慎也が先行体制を取りました。そして今度は関東勢菊池武人が踏み上げる。最終ホームで3番手浮上、あっと6番正木が遅れて、その後ろから脇本雄太が一気に踏み込んできました。3番手から先まくり狙う2番の菊池武人ですが、最終バックすごいスピードで1番脇本が迫ってきます。2番の菊池は浮いて後退、煽り送って脇本雄太も外に大きく膨らみましたが、逃げる高橋を捉えられるか。最後の直線コース、外から脇本届いた。短期も全く問題なし、脇本雄太が4連勝で33ムーンナイトカップ優勝です。本当は前から組み立てようと思ってたんですけども、周りのみんながスタート早くて後方になってしまったんですけども、とにかく慌てずに仕掛けようっていうふうには思ってました。福島勢は一旦引いて、3番手5番の阿部正弘が赤番で前を抑えました。続く伊藤壮馬に1番北鶴、そして8番伊藤朝日、短期の2番郡司浩平も九州勢の上昇に乗って、竹内岡本の中部コンビは6、7番手に引いています。福島勢は後方に置かれて隊列長い縦1本、あっと5番手2番の郡司が九州ラインの内を突く。8番伊藤朝日をどかして4番手奪い取りました。その後方からの仕掛けはなく、阿部正弘のペースがけ、最終周回 1,2 コーナーのカーブにかかっています。4番手の位置を取り返そうと伊藤朝日が追い上げてきた。さあここで九州の番手伊藤壮馬が発進します。合わされた格好の4番竹内は最終バックで失速。その外上がる渡辺和成も中断で勢いが止まりました。伊藤朝日も交代して前3人の優勝争い、番手から北鶴踏み上げる。その内からは郡司浩平、両者の勝負は北鶴が伸び勝った。久留米記念優勝は北鶴翼、地元の大きな期待と後輩の頑張りに応えました。ラインの3番手に一番優勝に近いところを譲ってくれたんで、もう本当後輩あっての優勝だったなと思います。